ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うおーおー、ついに来たぜ、この時が。え、どうしたのよ魔理沙。珍しいわね、あんたがそんなに興奮するなんて。これが興奮せずにいられるか。なんたって、ティラノサウルスの新種の化石が発見されたんだから。ティラノサウルスの新種ですって？何それすっごく気になるわ。恐竜好きなら誰しもが気になるだろう。私自身もすごく気になってるぜ。早速内容を教えてちょうだい。それじゃあ、今回はティラノサウルスや、その他の恐竜のゲノム解析について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。ティラノサウルスの新種が発見されたのは、40年以上前のアメリカ、ニューメキシコ州だ。え？ 40 年以上前？話が違うじゃない。それじゃあ新種とは呼べないでしょ。落ち着くんだ霊夢。確かに発見自体は40年以上前だが、その時には新種だとは思われてなかったんだ。どういうこと？発見された土地では、ティラノサウルスの仲間の化石が、大量に発見されていたんだ。正式名称ティラノサウルスレックスの化石がな。頭蓋骨と顎の骨が出てきていたんだが、形状が似ていたため、ティラノサウルスレックスのものだとばかり考えられていた。しかし、同じ地域から採掘されたシエラセラトプスの化石が、当初考えられていたよりも古いものであるということが、判明したらしいんだ。このことから研究チームは、もしかしてこの T レックスだと思っていた化石は、T レックスではないのでは？という疑問を感じ始めたらしい。研究を率いたバース大学の古生物学者は、その他の学者たちと相談し、再度調査をすることにした。そして CT スキャンやゲノム解析などを行った結果、その化石は T レックスが存在した時代よりも、600万から700万年ほど前に生きていた、ティラノサウルス属のものであることが分かった。ついに、あの T レックスの新種だなんて、長生きしててよかった。まさかそんなのに出会えるとは。しかもこの化石は、典型的な T レックスとはいくつかの重要な違いがあり、研究チームは、この化石は明確に新種である、と結論付けたそうだぜ。どういう違いがあったの？例えば、頭蓋骨には、T レックスの特徴である目の後ろの隆起がなかったり、下顎は T レックスのものよりも浅かったりと、違いがいくつも見られたようだ。へぇ、骨だけ見てもいまいち違いがわかりにくいのに、さすが専門家だわ。そしてまあ、新種が発見されたにつれて、一緒に疑問として浮かび上がってきたのが、ティラノサウルスがいかに大きくなったのか、についてだぜ。どういうこと？新種は、ティラノサウルスの祖先に当たるということが判明したわけだが、太古の昔のティラノサウルスの祖先は、もっとずっと小さかったんだよ。あら、虫とかを食べてるような大きさだったの？ティラノ君になってからは何十メートルもあるのに。何十はないけどな、さすが20メートル前後だ。だからティラノサウルス類の恐竜は、どの時期に体が大きくなったのか、というのが長年の疑問とされてきたんだ。なるほどね、それで、今回の新種はどれくらいの大きさだったわけ？どうやら、新種の大きさは T レックスに匹敵する、体長約12メートルほどだったらしい。12メートル、それじゃあこの時にはすでに大きかったんだ。そういうことになる。専門家たちの間では、ティラノサウルス類の巨大化はゆっくりとしたものだと、考えられていたんだが、600万年前の時点ですでに巨大化を果たしていることを考えると、これまで考えられていたよりもずっと早く巨大化していた可能性が出てきたんだ。そういえば、新種のティラノサウルスはなんて言うの？私たちがよく知ってるティラノ君は、ティラノサウルスレックスっていう正式名称があるじゃない？ああ、新種の名前は、ティラノサウルスマクレアエンシスというそうだぜ。復元図もすでに公開されているが、T レックスと遜色ない見た目だな。すごい、祖先って言っても、何も変わらないくらいそっくりだわ。巨大化に関しては様々な理由が考えられている。白亜紀後期のカンパニア紀にあたる8300万年前から7200万年前頃は、ハドロサウルスなどの草食恐竜が、巨大化していく時代になっていた。草食恐竜が巨大化していくにつれて、それを食べる肉食恐竜たちも、対応して、巨大化していく必要があった。それじゃあティラノサウルスたちも、餌が食べられなくなるから巨大化せざるを得なかった。そういうことだな。進化の圧力とでも呼ぶべきか。他の種が巨大化しているから、自分たちも進化しなければならなかったというのはな。まあでも、ティラノサウルス的には嬉しいことなんじゃない？餌がたくさん食べられて。どうかな、巨大化には巨大化で、いろいろと問題はあるみたいだからな。え、問題って？最近南米で発見されたティラノサウルスの化石を CT スキャンで調べてみたところ、足の骨の奇妙な成長が確認できたそうなんだ。詳しく調べてみたところ、どうやらそのティラノは、骨の疾患によって奇妙な成長が起きてしまったと考えられるらしい。
骨の疾患って、どうしたの？何か病気とかでもあったのかしら？いや、病気というよりは、体が巨大化しすぎたことによる、膝の痛みではないかと考えられている。え？膝の痛み？冷静に考えて、10メートルを超える巨体を、たった2本の足で支えているわけだからな。しかもその状態で歩いたり、走ったりもしているわけだから、膝へのダメージは、かなりあったと考えていいってことになるだろう。かわいそうに、恐竜の王様みたいな立ち位置なのに、その正体は膝に悩みを抱える恐竜だったなんて。新事実がわかればわかるほど、ティラノサウルスが脆弱だったことがわかっていく悲しい発見だな。当然膝が痛ければ走ることができないから、獲物を逃がす確率が増えるし、さらに身動きが取りづらいから、他の肉食恐竜に攻撃される可能性もあったと考えられている。踏んだり蹴ったりじゃないの、もう休ませてあげてほしいわ。しかし、新種が発見され、骨の疾患まで判明したティラノサウルスでも、その起源が北アメリカなのか、アジアなのかについてはまだに議論されているみたいだ。あら、まだどこで誕生したかまでは分かっていなかったのね。ティラノサウルスの親戚と考えられる恐竜が、数多く発見されているからな。最初のティラノサウルスの祖先が発見できれば、そこからいろいろわかるんだと思うが、今回のティラノサウルスマクレアエンシスの発見が、起源を調べるきっかけになるかもしれないぜ。恐竜といったらティラノサウルス、みたいなところがあるからね。もっともっといろんなことを発見してもらって、恐竜好きの子供たちを喜ばせてほしいわ。恐竜好きの子供たちっていうか、お前が知って喜びたいだけだろ。聞く？そこはほら、子供代表として私が代弁を、ねえ？子供である自覚はあったのか、ま、ティラノはみんな大好きだから仕方ないけどな。続いて紹介するのは、アルゼンチンで発見された、新種の竜脚類についてだぜ。竜脚類って言ったら、ブラキオサウルスとか、四足歩行をしている恐竜のことよね？そうだ。新たに発見された恐竜は、9600万年前から9300万年前の白亜紀後期に生息していて、学名はシデルサウラマラエと名付けられたぜ。シデルサウラ？あんまり聞いたことがない名前なんだけど、どうやら調べてみたところ、シデルサウラ属に含まれた恐竜は今回が初めてらしい。つまり全くの新種ということになるわけだな。全くの新種？そんなのが見つかるのも、かなり珍しいわねー。シデルサウラは星のトカゲを意味するそうで、体長は約20メートル、体重は15トンあったとされている。めちゃくちゃ大きいじゃない、ブラキオサウルスと同じくらい？一応、レッパキサウルスという竜脚類の仲間と考えられているらしい。レッパキサウルスも20メートルほどあるから、まあ仲間だなって思えるくらいの大きさだぜ。最初に発見されたのは2012年だったらしいんだが、その時はまだ新種とは考えられておらず、その後時間をかけて残りの骨も発掘していったら、レッパキサウルスとは違うのではないかという疑問が、発生し、CT スキャンやゲノム解析をしたところ、新種であることが判明したんだとか。しかもシデルサウラが面白いのは、様々な種の恐竜の特徴を持っている点にあるんだぜ。どういうこと？例えば前頭頭頂口を持っているという点。これは動質静脈の通路になっているわけだが、レッパキサウルスかにもこの穴が備わっていて、ここからレッパキサウルスの仲間であるとわかる。他にも、三日月型の小骨を持っていて、この骨の形状はブルカノドンなどの、規定竜脚類によく似ている特徴なのだという。つまり、属してないはずのグループの特徴まで持っている恐竜ってこと？でも、どうしてそんなことになっているの？それじゃあまるでキメラって感じじゃない。なぜそんな特徴になっているのかは、専門家たちもわかっていない。また、結動球と呼ばれる棒状の骨には、星型の形をしている二組の突起がついていたそうだ。こんな特徴は他の名前がついた恐竜たちには見られず、不思議な特徴として取り上げられている。その星型の骨っていうのは、画像はないの？画像は、残念ながら、画像は探したが確認できなかったぜ。なんでよも、せっかくすごい発見なのに。でも、ほんと不思議な恐竜ってことなのね。そうだ。一応名前のないレッパキサウルス科の恐竜の中に、似た特徴を持った標本があるという。情報もあるにはあるが、信憑性が薄くて、シデルサウラとどれくらい関係があるかは不明だ。でも、こんなわけのわからない新種が発見されるってことは、レッパキサウルスっていう恐竜が、かなりいろんな進化をしたってことの証明じゃない？そうなんだよ。レッパキサウルスはこれまでにかなり多くの系統樹を生んでいるようで、今回のシデルサウラの件もあって、まだ未発見のグループがある可能性が出てきたわけだ。ただでさえ調べるのが大変なのに、さらに新種が出てきたら、もう手がつけられないわね。ま、それでも専門家たちはゆっくり時間をかけて調べてくれると思うぜ。続いて紹介するのは、古代の巨大サイについてだ。サイ？
ああ、サイだ。ちょっとマリサどういうこと？私は恐竜の話が聞きたいんだけど。落ち着け霊夢。確かに恐竜ではないが、このサイだって、十分聞いてて面白い内容になってるから、ぜひ聞いてほしいんだぜ。そうなの？まあマリサがそこまで言うなら聞いてあげようじゃないの。まったく、それじゃあ気を取り直して説明するが、中国の古生物学者チームが、巨大サイであるパラケラテリウムの新種の化石を発見したんだそうだ。パラケラテリウム、どこかで聞いたことあるような名前ねえ。パラケラテリウムはサイの仲間であり、その大きさはなんと哺乳類の中では史上最大だったとか。え？一体どれくらいの大きさをしていたの？そのサイズはなんと、体長 7.4 メートル。体重は20トンにも及ぶんだそうだ。体長 7.4 メートル？いくらなんでもデカすぎるでしょそれは。普通のサイがだいたい3、4メートルくらいなのに、倍の大きさがあったってことじゃない。とてつもない大きさではあったが、現代のサイのような角は生えていなかったと考えられている。馬のような、象のような、さらにキリンのような首の長さをしていて、なんとも奇妙だぜ。確かに、なんかいろんな生き物の見た目を全部混ぜ合わせましたって感じがするわ。パラケラテリウム自体は、現在のキリンのように背の高い樹木の葉を主に食べていたとされている。そんなパラケラテリウムの新種が中国で見つかったというわけだ。学名はパラケラテリウムリンシャエンセ。運のいいことに化石は完全な状態で見つかったそうだ。ほう？完全な状態で？頭蓋骨と顎は、特に保存状態が良く、頭蓋骨だけで1メートルあることも確認できたそうだ。うわぁ、男性が両手を広げて、ようやく同じくらいのサイズになっているわ。ゲノム解析をした結果、父のパラケラテリウムの中から同じものが見つからなかったということで、こいつは新種として登録されることとなった。アフリカゾウなら4頭分にもなる大きさ。そして 3D モデルなども作ってみたところ、他のパラケラテリウムと比べて頭蓋骨が細く、鼻が短く、首が長く、鼻腔が深くなっている、などの特徴が確認できたらしい。3D モデルまで作ったの？新種を調べるとなるとすごいわねー。3D モデルを作成することで、当時の生活の様式も想像ができるそうだ。第一犬歯が小さく、鼻に複数の切り傷がついていたことから、おそらくバクなどのように、鼻を使って植物をちぎって食べていたと考えられている。へぇ？鼻を使って、まるでゾウみたいなスタイルなのね。さらに 3D モデルを調べていった結果、リンシャエンセの足は意外と長く、走るのに適していたということまで判明しているらしかった。走るのに適していた？ 7 メートルもの巨体だったのに？ティラノサウルスと違って、四足歩行だからな。走っても膝にはそんなに悪くないんだろうな。ここで唐突なティラノサウルス下げ、かわいそうなティラノくん。走ることができたという点から見ても、長距離を移動することもできたと考えられている。実際、リンシャエンセはどうやら、現在のパキスタンにあたる地域に、かつて生息していた巨大サイたちと似ている点がいくつかあるらしい。ほう？パキスタンの巨大サイねえ。パラケラテリウム属は当時様々な場所に分布していたと考えられているんだが、おそらく中国に生息していたリンシャエンセが、チベットを縦断し、インドパキスタンあ大陸に移動し、さらにそこから各地へ、と移動していったのでは、と、専門家たちは考えているみたいだぜ。そんなにもいろいろ歩き回ってたんだ。それじゃあ、今アフリカに生息しているサイも、このパラケラテリウムの子孫ってことなのかしら？いや、アフリカのサイの場合はもうちょっと違うところから来ているみたいだ。どっちかというと少しは関係ありそうなのは、インドサイの方じゃないか？リンシャエンセたちはインドも経由していたみたいだし。インドにもサイがいたの？まずそこから知らなかったわ。そこからかよ。しかしまあ、専門家によるとパラケラテリウムは、現存するサイたちとは何も関係ない、と考えられているみたいだけどな。それじゃあパラケラテリウムは完全に絶滅してしまってるってこと？いろんなところに分布したんでしょう？なのにどうして絶滅を？いろんなところに行ったからといって、必ず生き残れるとは限らない。絶滅の理由に関しては何とも言えないけどな、たまたま餌となる植物が減ってしまったか、あるいは寒冷化か何かで寒さに耐えきれなくなってしまったのか、もしくは、巨大だったのがあだとなって、天敵に見つかりやすくて捕食されてしまったか。どれもこれも悲惨すぎるわ、絶滅って悲しいわね。最近の研究によると、パラケラテリウムはその体の大きさゆえに、成長期間や妊娠期間が非常に長かったと考えられ、何かをきっかけに一度大量に数が減ってしまうと、回復が難しくなる動物だったと考えられているんだ。特に繁殖率が低いがゆえに、大型哺乳類はもともと絶滅しやすい傾向にあるという。有名なところだと、ギガントキテクスとかメガテリウムとかがそうだな。巨大化ってやっぱり夢はあるけど、夢があるだけのデメリットもあるってことねー。今後、パラケラテリウムについてまた新しい情報が出てくるかもしれない。そうなったら、パラケラテリウムがどのあたりまで分布していて、
さらにもしかしたら、子孫が残っていた、という情報も出てくるかもしれないから期待していよう。最後に紹介するのは、新種の草食恐竜、マンスーラサウルスだぜ。これまた知らない名前だわ。でも草食恐竜か、肉食の方が良かったな。せっかく発見された新種なんだから、そんな文句みたいなこと言うなよ。エジプトで発見された恐竜で、どうやら恐竜時代の末期に生きていたと見られる。アフリカ大陸で恐竜の化石が発見されるのは結構珍しくてな。各大陸の恐竜の分布を調べる上で、新たな手がかりになると考えられているぜ。それで、そのマンスーラサウルスっていうのは、どんな見た目をしているのよ？マンスーラサウルスの見た目は、こんな感じになっているぜ。おお、これまたブラキオサウルス系の恐竜ってことなのね。長い首が特徴となっていて、皮膚の表面には骨盤がまばらに張り付いていたと見られている。体長は7メートルほどで、体重は5トン前後。ほとんどの恐竜の化石は欧州、北米、アジアで発見されているから、アフリカに関しては化石の発掘や記録自体、行う機会が少なかったらしいぜ。まあ、普通は出てくるところを重点的に調べるに決まってるからね、仕方ないわよ。アメリカの自然博物館の恐竜学者は、今回の発見を見て、ようやく念願が叶った。恐竜時代末期のアフリカで保存状態の良い化石が見つかった、と。世界中の古生物学者を代表して、ものすごい喜び方をしていたみたいだぜ。アフリカ大陸で化石が発掘されるって、そんなに珍しいことなのね。一応有名なところで、スピノサウルスが発見されていたりはするし、他にもマイナーな恐竜がそれなりに発掘されていたりはするんだが、いかんせんティラノサウルスやトリケラトプス、プテラノドンなどといった有名どころは、主に北アメリカで発見されているから、どうしても他のは地味に思えてしまうんだな。どの恐竜だってかつては生きていたのよ。差別はいけないと思います。じゃあ霊夢、どれか一つだけ恐竜の剥製をプレゼントすると言ったら、どれがいい？え？そりゃあやっぱり、ティラノサウルスか知らねえ。ほら見ろ、やっぱりそうなるじゃないか。いや、今のは質問が悪いわよ。どれか一つでもって言われたら、そりゃ恐竜の王様を選ぶに決まってるじゃないの。まあお前の恐竜の好みは一旦置いておくとして、話を続けると、もともと今世界中に分布している大陸は、パンゲアと呼ばれる一つの巨大な大陸だったんだ。それが現在の形状や位置へと分裂移動する中で、陸上に住む生物の分布がどのような、変遷をたどったかは、古生物学者にとっては大きな研究テーマとなっている。突然どうしたのよ？パンデアとか大陸の話とかしだして、実はな、今回発見されたマンスーラサウルスなんだが、発見場所は確かにアフリカ大陸なんだが、ゲノム解析をした結果、欧州やアジアで見つかる恐竜たちと近い関係にあることが分かったんだ。え？アフリカ大陸とアメリカじゃ、すっごく離れてるはずなのに？しかも、南米や同じアフリカでも、南部に生息していたとされる恐竜とはそこまで近い種ではない、ということまで判明しているそうなんだ。これはつまり何を意味しているかというと、もともと一部の恐竜たちは、アフリカと欧州の両大陸間を行き来していた可能性が高いということなんだ。なんですって？そうか、パンゲアの時は地続きになっていたから。そう、しかし大陸が裂け、離れ離れになった時に、それぞれ別の場所で暮らすことになってしまった。これまではアフリカにいた最後の恐竜たちは、完全に孤立していたのではないかという意見もあったが、今回の発見から、アフリカの恐竜たちの一部は、欧州とのつながりを持っていたことが判明した。すごい、まさかこんなところで地球史の話に発展するなんて。ちなみに、マンスーラサウルスは、竜脚類であるティタノサウルスの一種だと考えられている。でも、マンスーラサウルスからしたら、ちょっと寂しかったんじゃないかしら？今までは普通に仲間たちと生活をしていたはずなのに、大陸が裂けたことによって仲間と離れ離れになって、しかもなんだか知らない恐竜たちまで、その大陸には現れちゃったんでしょう？まるでバスで居眠りしてたら終点まで来ちゃって、かなりのど田舎だった時くらいの悲しみだと思うわ。その例えはちょっとわからんがそんなにも哀れむ必要はないんじゃないか？どうして？仲間たちとはぐれちゃったのよ。確かに仲間たちとはぐれたのは事実だが、マンスーラサウルスが不幸だったかと言われると、そんなのは人間たちが勝手にそうだと決めつけているだけだろう。彼らはアフリカ大陸で立派に生きていたわけだし、住めば都というか、ちゃんとそこに土着していた。大陸は分かれたものの、彼らのふるさとは明確にアフリカ大陸になったわけだ。どっちの大陸にいるからかわいそうとか、そういう話ではないと思うぜ。マリサ、なんだか、ちょっとカッコつけてない？カッコつけてねえよ。でも、2024年が始まってもうすでにいろんな恐竜の情報が出てるから、専門家たちは休まずずっと研究しているってことがわかるな。なんだかそう考えると頭が上がらないわ。私たちの知的好奇心は、
専門家の皆さんのおかげで満たされているわけだからね。まったくだよな。しかし、だからこそ専門家なんだと思うぜ。どういうこと？専門家の皆さんは、こうして恐竜たちのことを調べ、研究して、新しい発見をすることが何よりも楽しいんだと思うぜ。普通の人だったら疲れてやめたくなるところを、あの人たちは楽しくて続けてられるって感じだ。なるほど、確かに専門家の人たちって、調べているというより、遊んでるって感覚の方が、近いのかもしれないわね。そうやって、調べたり研究したりすることが好きな人たちだからこそ、永遠に調べ続けて、永遠に研究職でいられるのかもしれないぜ。そんなにもいろいろ考えてくださって、私たちのために、ありがとうございます。別に私たちのためではないと思うけどな、あの人たちが気になるから調べてるだけで。でもさ、こうして専門家さんたちがいろいろ調べてくれてるんだから、私たちも専門家さんに、何か恩返しをするべきだと思うんだけど。恩返しか、いいじゃないか。どんな恩返しをするつもりだ？そうねー、化石の発掘がはかどるように、ツルハシでもあげようかしら？霊夢、ツルハシで化石なんか掘ったら、粉々に砕けてしまうぞ。そっか、それじゃあ、24時間ひたすら研究に没頭できるように、栄養ドリンクとかスタミナ剤をたくさんあげるっていうのはどう？ブラック企業かお前は。お前が下手に何かしなくても、きっと専門家たちは勝手に研究を進めてくれるって。勝手にじゃ困るのよ、ぜひ私の行為を受け取ってくれないと。どうしてそんなに必死になってるんだ？あ、まさかお前、専門家たちに媚びを売っておいて、いざ化石が出てきたらちょっとだけくれないか交渉するつもりだな。ギグー、ほら、小さい欠片とか、そういう部分だけでいいからさ、世紀の大発見とか、家に飾っておきたいのよ。私の気持ち、わかるでしょう？そんなこと言っておいて、本当はもらった化石をどうするつもりだ？オークションにかけてた金で売る点、栄養ドリンクが何百万の化石に化けるんだから、こんなに楽しい商売ないわよね。あ、はっはっは。お前の魂胆はよくわかった。それじゃあお前を化石にしてやる。え？ちょっとマリ様って。その生魂は何？ちょっと、やめて、許して、ギャー。そんなわけで今回の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。